いろんな人の話を聞けとか見ないんだけど、はい、それはそれで大事なんだけど、うん、それを否定するつもりないんだけど、うん、多くの人は自分の声を聞くことを一番忘れちゃうから、うん、モチベーショングラフみたいな、そういうね、おしゃれなやつじゃないのよ。そういうんじゃない、そういうんじゃない、ね、そういうモチベーションぐらい、あれ嘘だから、うん、あれあれ空想の産物だから自分に合った会社を見つけられないとか、どういう基準で企業を選んでいけばいいのかわからないっていう学生がすごく多いんですけど、ですね、はい、これは我々うちの会社よくその採用のグランディングとか、はい、その組織のモチベーションをコンサルティングしたりとかするんですよ、うん、はい、その時によく言うのが思想と環境と報酬っていう言い方をするんですね、はい、どういうことかっていうと、まずその企業の思想が自分と合ってるかっていうのがすごい大事だと思っていて、はい、例えばユニクロだったらライフウェアっていうその概念を持っていたりとか、はい、うん、いろいろありますよね、はい、そういうその企業が目指してる大きい未来、うん、作りたい世界とかと自分が目指してるものがなんとなく合うか、はい、これが結構一番大事なんですけど、はい、でもそんな思想なんて学生さんないことが多いから、そうです、そこはある人はこれでいいと思う、はい、ある人は、はい、あ、もうめちゃめちゃこの世界と私一緒だなみたいな、はい、で会えばいいと思うんだけど、うん、思想の次に重要だと俺が思ってるのが環境、はい、環境で、環境って一体何かっていうと、要はそこが働きやすいかどうかってことなんですよ、うん、例えば、はい、同じ広告会社でも何が違うかっていうと一番違うのは人ですよ、人ですね、うん、やっぱね、何人かあったら分かる、色があんのよ、はい、気が合わない人ばっかりのクラスに投げ込まれたらきついじゃん、きついです、でクラス選べるわけよ、はい、なんかちょっとアグレッシブなテンション高めのクラス、うん、ちょっと穏やかなクラス、うんうん、なんか全員猛獣みたいなクラスあるわけよそれは話聞いてどのクラスに行きたいか選べばいいじゃん、それは、うんうんうん、でこれが大事って言うと分かります、はい、分かりますね、でも自分はもう成長したいしスキル上げたいから、はい、短期間で上げたいから、うん、時間も含めて頑張りたいですっていう人はここに行けばいいし、はい、いやそこはしっかりお布団区切りたいんですよね、うん、っていう人は電通に行けばいいかもしれないし、はい、そういういろんな環境があるでしょ、うんうん、っていうことで決める、なるほど、で3つ目に報酬、はい、給料で、給料も例えば同じ比較してても、はい、電通は給料全体的にいいんですよ、で博報堂は若いうちにめっちゃいい、はい、うん、でも中堅くらいから割と普通になってくる、5は成長するとこの中で一番給料がいいけど、まあ、最初は普通とか、はいはいはい、まあ、あるわけですよ、うん、そこ比較すればいいじゃん、うん、っていうまあ3つですね、なるほど、その思想の部分と環境の部分と報酬の部分、はい、この3つを自分の中で基準作って丸×三角つけてって合うところを探せばいいと思います、うん、なるほど、よくね、人に会えとか、はい、いろんな人の話を聞けとか見ないんだけど、はい、それはそれで大事なんだけど、うん、それを否定するつもりないんだけど、うん、多くの人は自分の声を聞くことを一番忘れちゃうから、うん、本当に私これ楽しいんだっけ、うん、本当に私このことをやりたいんだっけ、はい、私ちょっと他の人の意見に耳貸しすぎじゃないとか、うん、これ絶対誰かの影響を受けてるよなとかっていう自分自身の気持ちとまっすぐ向き合うってことを多分やった方がいいと思う、はい、ほとんどの人は他人と向き合う前に自分と向き合った方がいいと思う、はい、自分の本音を見つめる方法が分かんないなっていうふうに思っていて、そこの方法っていうのをちょっと教えてもらってるんですか。書くといいですよ、ノートに、うん、延々と自分の人生を書いたらいいと思う、はい、手書きでもいいし、誰に見せることもなく、うん、自分の二十何年の人生を、うん、どういう人間だったか書いていって、うん、なんで自分がこうなったのかっていうことが多分出てくるんですよ、書いていくうちに、うん、あ、私ってなんでこんなわがままな人ばっか好きになるんだろうって思ったら、うんうん、あ、親がわがままだったんだとか、うん、なんかね、書いていくうちにね、いろいろ嫌だったこととか嬉しかったこととか書いて、うん、自分の人生時系列で書いていくわけ、思い記憶あるうちに、うん、4歳の時とか5歳、まあ人によると思うんですけど、なんかありますよね、モチベーショングラフみたいな、そういうね、おしゃれなやつじゃないのよ、そういうんじゃない、そういうんじゃない、そういうモチベーションぐらいの、あれ嘘だから、うん、あれはね、あれ空想の産物だから、あれ迷信、私、うん、あれやって自分が、ダメ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 、あのノートに自分の人生を書いてるね、はい、文字で、うん、これ妥協しちゃダメで、はい、文字で書くわけ、うん、なんか小4歳の時に、うん、幼稚園に、うん、受験に入る時に、うん、お母さんになんか送ってもらったのがすごい嬉しかった、うん、そういうことずっと書いてるわけ、うん、箇条書きでもいいのよ、はい、もうノート一冊ぐらいガーッともう、はい、書くわけ、うん、そうすると自分がなんでこういう人間になったのかが答え合わせができてくるから、うん、それを書いていくうちに、あ、だったら私はこっちを選んだ方が幸せになれるなっていうのが結構見えてくると思う、うん、これ結構いろんな人に勧めてて、うん、割とみんなやってるし、うん、あのやんないとモチベーショングラフとかってさ、すごいことしか書かなくなるじゃないですか、覚えてることとか、そうですね、もうね、延々と全部書いていくわけ、はい、そうすることで初めて自分の気持ちと向き合える、うん、要はね、時間かかるんですよ、うん、モチベーショングラフって割とすぐ書けるじゃん、すぐ10分くらいで、はい、
それじゃダメなんです。なんで全部かけって言うかっていうと、うん、時間をかけてほしいんですよ、うん、1人でもう3時間でも6時間でも一晩中でもいいから、うん、ずっと自分の人生について考えるっていう時間を作った方が良くて、うん、それをやると結果的に自分のやりたいこととか、うん、自分のやりたくないことが見えてくると思うので、うん、そうやった方がいいと思う。紙に書くのが私も一番いいと思います、うんうん、ありがとうございます、はい、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントをよろしくお願いいたします。概要欄に三浦さんの情報貼ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。三浦さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。